が出て増えてきて、20代がやっぱし、20代前半が多分一番メインターゲット層になってると思うのは。どうしたこの車。ってことを考えたらね、まあ春休み期間が一番大学生は時間取れるもんね、あそこは。うん、ただ今度大学生だと大変なのは旅費の確保は大変だと思う。うん、まあそれスケールは多分そういう専門のね、多分動画いっぱい出ると思うし、まあうちもちょっとなんか細くない生き方のやつは案内動画を作ろうかなと思ってるんで、それは差し込みで作ると思うけど、なんだろうな、まあ時間が取れるんだったら一番いいのはマオリアンセだと思う。うん、マージャン生が3日分の使えるんやったっけ、あれ3日分だもんね、連続して3日使えるから、あれを使うのが一番ベターかなとは思う。伊勢志摩観光ほぼほぼ全部効果的に回ってるし、あれは何だったっけ、志摩スペイン村の割引券だ、割引券もあるもんね、多分多分ね、うん、あれは地元民は分かんない、周り合わせて。そうなんだよね、地元民とは興味ないだし、こっちも仕事からさ3日連続で休み取れねえじゃん、うん、あ、まあこういう時は別だけど、あ、そう、アントできたのね。あ、行ったよ、行った。行ったの、アント。ああ、普通の、はい、ホームセンターです。まあだよね、うん、まあ中身は何度だろう、なんかビバホーム的な雰囲気かな。どっちかというとビバホームなんや、うん、イメージ的には。なるほどね、うん、まあ普通にいいところでした。うん、アントホームセンターってあそこで、ね、あの豊田市のさ山奥の高岡の、あ、そう、藤岡、藤岡にあるよね、あそこ行ったことあるよ。なんてかね、まあまあまあ豊田は言うてちょいちょい行くからさ、でも昔それこそ岡崎でやってた頃とかに、なんか備品を買うのに、あ、だからイボとかで働いてた時だ、会社とかあっての方ね、あ、なんか変なホームセンターがあったと思って、俺のトヨタ T スポット2つのうちの1つで、1つがアンドホームセンターで、もう1つがドン・キホーテトヨタで、あ、トヨタのドン・キホーテはなかなかよ、うん、まあ、うちの動画でも紹介させてもらったことあるけど、9時閉店だっけ、うん、はい、あ、もう今8時45分閉店でやってるかな、6時回っとるからやってる、うん、この前5時台に行ってやってなくて絶望したけど、あの時は始発に乗るっていう客だったからね、なんで始発に乗ったんだ、あ、あれだ、紀伊長島朝市で行った時だ、うん、あれもしんどかったな、企画名なんだったっけ、紀伊長島駅と紀伊長島駅を間違えてしまったんだ、さあ今から長島駅に行くぞ、長島のおすすめスポットを紹介するぞって言って、なぜか朝の始発からね、だって始発に乗らねえとさ、1日のうちにさ紀伊長島まで行って、紀伊長島からさ長島まで行かないといけないんだぞ、あれ亀山から指定本線、うん、乗って、あの新宮行きの指定本線乗って朝一の、はい、で乗り換えるよね、乗り換えない、乗り換えないで大丈夫、うん、あれ新宮行きのやつがあるんだ朝一は、だから長距離の、だから指定本線の、あの指定線のと JR 東海側をずっと全部貫通するっていう、うん、亀山始発で新宮まで行くからね、何時間かね、10時過ぎに到着だったら6時ちょうどぐらいに出て、ああ、なかなか、うん、4時間半とかぐらいかかるんだったっけな、乗ったことある？ないね、あれは、あのね、うちの外ロケの一番最初の企画はそれだったんよ、
亀山発新宮行き普通列車の旅っていう、2月だった、雪降ってたもん。亀山も雪降ってて寒って言いながら、寒って言いながら、朝一チケット買って、新宮ですかって言って、新宮ですって言って、あれだと青空フリーパス使いたいのが痛いんだよね。青空フリーパスってどこまでだっけ？紀伊長島。ああ、そうか、そう。だからその紀伊長島と間違えてしまったの時は、あの青空フリーパス使った。あの旅はでもまあ結果良かったけどね。どっちかというと亀崎駅のイメージの方が強いけど。長島から長島まで撮ったはいいけど、なんか撮れ高的にどうかなってなって。でも結構景色とかね良さそうだけど。いや、列車の乗り換えの工場、そんなに景色も映ってる、ちょっと街並みちらっと見て、うん、あそこの主婦の店まで行ってさ、紀伊長島の、うん、弁当買って終わりだよ。おこれは撮れ高的にどうかなと思って、滝駅で乗り換え時間があったから、そこでぐるっと回って撮れ高作って、よし指定席券をこう対面で買おうとかっていう必死に絞り出してで長島駅に着くじゃん、どうだ JR の長島駅、何があるかい、何もない、何もないだよね、何もないんだよ。あそこからね、じゃあね、あの長島スパーランドの場合歩く動画とかも考えたんだけど、ああちょっと歩ける距離じゃない、現実的じゃなさすぎるんだよ。でしゃあねえから、よしじゃあこの後どうせ亀山駅に戻らなかったら、亀山に車を置いてたもんで、じゃあ亀崎駅まで行って、竹豊線の、あの亀山駅と間違えて亀崎駅に来ちゃった、ヘペロっていう動画にしようって。あ、同じ日に、同じ日に、え、青空フリーパスやからちょうど使えるやつ、はい、閉めや、電気ついてない、はい、吉野家オープンってなったけど、営業時間変わっちゃったの、変わったかな、なんか外装変わってるの、吉野家が強くなって営業時間は7時からだったらいいんだけど、あと15分、15分か、じゃあまあ9時から行くか、どうする、だってこの辺りどこも24時間以降はねえんだよね。マックはどうだったっけ、マックどこだ、306のあの上の丘の上です、そこかベーシックの方向かっていく感じな、